ゴフというところであります。今中央の選手たちが出てまいりました。後半は全体豊かみのキックオフということになりますが、どうなりますか。中央も岩田が攻め上がってきましたが、これはダメ。さあ、ジュピロン、岩田です。ここに、ここにケミが出てきました。ファンに出してしまいましたね。これ先端3点5番の打ち上げた中央のポイント。ここはしばらくいました。ではないかと思いますが、さあ今度は選手だ。選手スローインだ。選手の巧みにはマークがつきますが、これを持ち前のボディシュートで攻め切ろうというところ。中へ出ますが、これはボタンです。さあ、この岩田はこっちのサイド、上林。
先期からこれ、よく当たるのかな。これが19番怖くそこから7で走る。しかしこれはダメ。ちょっと走っていきましょう。青い岩田が詰めていました。これはダメ。クリアボールは久保。広沢匠が詰めますが、やはりもうここは余裕で。上げてきましたが、一度、そして岩田。さあ、長、このボール。の中から、このバックパスを始めますなって、ちょっと。さあ、中央ボールここでさあ、25番に変えて、11番は佐藤京が入ります。さあ、いよいよ佐藤京登場。この佐藤京が入ったということで、そして千北が、この追い風、生かしきることができるか。
30分切り札登場。おいおいおい、どうも。はい、ボス、どうも。こっちね、今どうって今ね、いや中央リードしてるけど、中央行けそうだと思うけどね。でも関田も粘りたいから。だよな、あの佐藤今日出されるとちょっとさ、すごいんだ。俺今実況中だから。実況中だね。さあ、すごい。どっちか。うん。だから中央がなくて公言してんだよ、一周前から。そうなん、もう今さ聞かないで。さあ、また天気タムスローイン。これクリア。エンダーネット配信中。これノーファール。さあ、ここで、ゆるる、佐藤浩太、残念。今、岩田から佐藤浩太。浩太がよく、あ、きれい。なし。実況中なんだから。一郎って何番 ?8。あ、ここは中に佐藤浩太がいたんですが、これもダメ。11番の佐藤が、さあ、また岩田、岩田がキープする。そして、あーっと、これは3人に囲まれながら打ったんですが、でも今日の岩田はシュート打っててますからね、準決勝の時よりはいいと見るべきなんでしょうね、希望的観測なら。1対1をね、不意にしてますからね、準決勝の進出戦は。さあ、ここ佐藤京がいます。うん、さあ、このボール、カット入りました。清水ですか、今4番の。さあ、またこのボール、幅上の、ああ、ここは、あ、クロス取りました、菅原。さあ、前北は縦の突破があるが、さあ佐藤京、しかしここ中央がカットします。さあ、中央ボール。ベガウザパクってるなぁ。
ますね、ここ。また今度、あれ風はどっちに吹いてんだろう。さあ、じゃあ、自分たちの、この自陣の方に向けて吹いてるようにも思えるんですが、さあ、次の2周台が来たかも。さあ、佐藤京、ここでは吉田6分17分というところ、さあここが一つ勝負どころでありますが、さあここで出てくるお子様が出てきました。さあここでクロスはまた中央のチャンス。さあ浜並みだが、これはダメ。から画像がおかしくなっていますが、さあここセンターボール、野中が健太郎、しかしここはちょっと風にあおられたボール、金棒のように一進一退を繰り返します。中央のフリーキック、さあこのボール少し入れて、千葉龍司から、さあ白沢が走る、白沢が走る、しかしこのボールは久保が取ります。久保が取ります。さあ一度、あとこのボールをこの中出してしまいました。さあこのボール中央の封印から、さあここからまたチャンスが生まれるのか、抜けるが、あー残念クリア。しかしここ前北は佐藤京はここに下がっていて前へ入れるところでありません。さあ佐藤京が、なんとここはカット。びっくりした、9-1で勝ちましたよ。え9-1で勝ちましたよ。これは行きますね。これは行ったな。これはこれまた。ダメですよ。なんか朝見れてた。なんか試合があんの？朝っすか？うん、朝行ってメール来て。今から行く行くんですけど。行くと。行くぞが、最初ポンポンって2点目は入ってきて、
今一進一退のちょっと激しい攻防あったんですが、さあこれ中央が制覇、この眩しいお日様の光がどう、ね、選手たちの目に入ってるか、ちょっと映像もぼやけるところもありますが、さあいません、もう22分です、残り20分しかないと考えるのか、さあ仙台北上ボール、ここ抜けたところに白沢と倒された、仙北のフリーキック、壁は仙北に吹いているのか、仙北に引くか、同点のチャンス、千葉とこれは伊藤ですか、これは クリア、この選手はすごい、この岩田くん、これが準決勝では結構見受けられた1対1ではちょっと弱さですな、まあ風とお日様の光のちょっと入ったのもあるんでしょうけどね、さあ今度は森岡中央の、あーこれも仙北のファール、仙北の中央のファール、これでさあ またフリーキック、先ほど壁に阻まれた分で、さあここで19番が入りますからね、おっと、もう完全に森岡中央全員がディフェンスに入りました、狙ったがしかしダメー、千葉くん狙いますね、さあもう25分、あと15分しかないと
ということになるんでしょうか。また先来た佐藤京にボールが、ここはカットするが、千葉から白沢、そしてそして佐藤京がここから抜け出すか、佐藤京が抜け出す局面、これを中央はみんなの力で、ディフェンスみんなの力でカットしていきます。あー、またクロスは主砲、中央、さあ千北も縦一本、ここに佐藤なり斉藤健太郎なり、そして白沢匠なり来れば、さあスローは野中、しかしこれはシュートボール、サイドから蹴り出していきます。8番の鈴木一郎、中へ中へ、しかしこれはコーナーですか。今5番の本当に鈴木くんの方が、これ9番の斉藤健太郎が持ってましたね。さあここで1点が入ると盛岡中央決定的な2点目となります。もう次の1点が決定的になってしまうかもしれません。さあどうだ、あーこれを菅原取りました。さあマイボールしたい仙台北上、あ、迷うんだ、野中が上がって、さあ白沢匠だ、白沢匠だが、ここは抜けてってしまいました、残念。お、専修大学北上高校、もう一人後輩です。19番から18番に変わりますね。久保君のゴールキック、あー、クリア。さあここが、うーん、白川の面前に吉田がいました。そして中央も選手と交代、スタンバイ、さあまた今度は千葉龍二のところだが、これを中央がカットする、中央ボール、さあ中央がカットする、中央がカットする、中央ボール、さあ回す回す、そして田中へ、うーん、岩田、そして佐藤浩太、佐藤浩太2人囲んでいるが、さあと野中が取った、野中が取った、それを、あー、また中央が奪い、いや、とにかくもう奪い返す奪い返す、
あーと捉えたー。え、あー、これは一郎と、これは10番白沢だ。ここでは佐藤浩太が下がります。そしてアキラと言ってましたが、おアキラくんです。18番。さあ、まずは千北のフリーキックが始まります。さあ、ここもクリア。森岡中央を追う。さあ、中央が一気に、岩田、ドリブル、ドリブル、ドリブル、持ち込む。そしてシュート。ああ、これは、菅原が取りました。もしかしたらね、佐々木海斗よりも、本当は上だったんじゃないか、この、同じ小笠の3年で言えば。小笠選手の。森翔のキャプテン、怪我しちゃったけど。あれより、あれとほぼ並ぶくらいだったんじゃないか、こう、岩田も。それぐらいね。いやー、それぐらいの感じだよ。さあ、また中央と、これ、小野中。そして、篠沢匠が、これは、中のファール。ちょっともったいなかった、あります。篠沢匠。あー、でも、こう、お兄さんがね、富士クラブで頑張ってる、その白沢優斗くん。姉の、そう、ゼブラも結構苦しめられましたよ、あいつには。さあ、また今度は千葉龍二。そしてさ、佐藤京が、抜ける抜ける。しかし、ここは、ノーファウル、シミュレーション、斉藤健太郎、シミュレーション。あーっと、専修大学北上高校のボールがもうちょっとなんか怒号が入ってますが、今佐藤京が抜け出して、これは読み切ったって感じだな。さあ、そしてさ、伊藤に代わってですね、今千北一人スタンバイ。さあ、先ほどシミュレーションでイエローを食らったこの9番の斉藤健太郎ですが、さあ、ここに岩田、さあ、鈴木一郎か。あーと、ちょっと今佐藤京がボール当たっちゃいましたね。そして選手下がります。さあ、これ6番の伊藤に代わって15番の選手が入りますか。さあ、残り5分というところ。さあ、また中央がサイドから、そのサイドからの攻撃、これもまた中央のスローインになりました。はい、ちょっとこけそうになった。はい、このボールキープする。そして中へ、これはコーナーキックになりました。岩田がね、こう上げて、このまま 1-0 で逃げ切れるか。いや、次の1点、もう1点、もう決定的な1点を取って、もうここで決めてしまうか。さあ、中へ。しかし、これは菅原、あれ、今
菅原くん、ちょっと落としました。あらららら、ポストに当てて、ポストに当てて落としてしまった。ちょっとこれは中央からすればラッキー、まあ選手からすればハードラックなところでありますが、さあまたいざ、これは今一郎くんのヘッドですね。そうですね。さあまたコーナー、こうやってどんどんと時間が過ぎていきます。これでだからこう上背があって、さあ中へこのボール、フォローする、フォローする、岩田、あー残念、これもコーナー。今岩田くんもこれこうもう狙ったんでしょうが、そこにディフェンダーが入ってしまったんでしょうかね、キーパーが。ちょっとこれ千北もなんか焦ってるというのかな、ややそういうところがありますが、さあ上げてきた、あーと一度これはバックヘッド、ちょっとつむじんとこですか、バックヘッド。さあ37分、さあまた中央ボール、風はどちらかといえばやや中央ボールになっている。さあこの千北が芝居当てるが、ここに石川、今日は下村キャプテンの代わりにスタメンに入りました石川であります。さあカット、お、コーナーではありません、これは。千北のスローイン、さあもう佐々木キャプテンも上がっている、さあ上がってきた、しかしこれはうわーわーとクリア、そこはあとコーナーキックです。さあ38分、ここで同点ゴールなんてことになったら大変です。ドーンとなって、このドーンが盛岡商業を沈めたんです。白沢匠、しかし同じことは二度起きません。さあそうしてる間にもう39分、そしてアディショナルタイム2分という表示も見受けられます。コースがちょっと持って、コース持っていますのは2というのはこれ相性のタイムの2ですね。さあ残り2分、さあ今度は白沢抜け出そうというところを取って、さあ逆にこれは、あー18番アキラくん、さあ今度はさあ久保から一度、久保から一度、これは菅原のセーブ。でもこれは今久保、あのねキーパーの弟でしょ、ミッドフィルダー17って岐阜国体出てるから。それと8番は去年の山口国体の U16、まあ、そう一応がすごい同じく、さあそしてここで交代、いやその前にコーナーキックであります。さあどうだ、危ない、これは菅原が取った、菅原取って、さあ18番、これも
なんだ今、少し、パスを出せませんでしたが、ここで、岩田を下げ、岩田がここで下がります。今日1点を決めている岩田秀嗣から、1人選手が入ります。15番が入りました。これもちょっと大きい選手、まあ昔の盛岡市立沢村時代の、あの全国出た時のああいう感じですね。あ、佐々木渉とかがあのキャプテンだった時の。さあ今度はそれに負けじと仙台畳も反撃しますが、さあここさあ抜ける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 そしてああここはんーダメ。また森岡中央、中へ、うーこれは菅原が飛びました。中央ボールになるか、せっかくになるか、激しい取り合いになった。さあ、中央、あーっと、ここ、野中と、浅野2人、これ中央の秋君、行くぞ。そしてさあ、15番、先ほど入った15番だが、逆サイド、そして一郎、なんだ今のは。さあ、佐藤京、佐藤京、抜ける抜ける千葉龍二、そしてそして佐藤翔、そして千葉選手だ、最後の着手、1対1同点だ。